皆さん、明けましておめでとうございます。お元気ですか？なんか、新しく買ったコスメとか、食べた美味しいものとか、クリスマスにも、すごいごちそう食べに行ったんだけど、それも、全然、まとめるタイミングがないというか、バタバタしたまま、年末を迎えてしまいました。もう何から手をつけていいかわからなくなるし、やっぱりツアーとかライブがあるとそっちのことしか考えられなくなっちゃって、おうちプレイばっかりでごめんなさいね。2022年はみんなと楽しく無事に仕事を残念にすることができて、ツアーもできて、本当にいろいろとありがとうございました。いろいろと反省もあるんだけど、もう十分反省したから、ここからは前を向いてやっていきたいななんて思ってます。そんなこんなのあっという間にお正月になって、美味しいおせちも食べて、お正月気分も味わって、そして早速新年のアフタヌーンティーに行ったんだけどこんなデージ上等のホテルでもまだ年明けてクリスマス引きずってるわけ。まださ、なんかケーキとかクリスマスだわけだから、あ、いいんだなと思って、なんかそうだよね、そんなもんだよね、だからいつだって巻き返せるぞっていうことでまずやろうと思ったのが書き初めです。去年やらなかったから今年はやりたいなと思って、で心に浮かんだ言葉をいろいろ書いていて、今年の目標みたいなものを書こうと思ったんだけど、でその中で決めたのが喜ぶ、えつっていう感じにしました。これは辞書で調べたら、心のしこりが取れて楽しくなることとか書いてたから、ああいいなーと思って、なんか心のしこりが取れて楽しくなったらもう最高だよねということで、これにしました。おお、いいんじゃない？久々の書き初めだから下手くそだけどまあいいんじゃないかっていうことですね。でなんか自分が見てる YouTube チャンネルが更新されないとどうしたんかなって心配になって、それってさ、自分が好きな人の声とかなんかあるでしょ、ムードとかが。だから他の動画じゃダメなんだよね、自分と合う感じとかがあるから。なんかその新しい動画上がらないけど忙しいのかなって考えてたら、もしかして私もじゃないと思って、もしかして待ってくれてる人がいるんじゃないかなって思って、あんまり中身がないんだけど、とりあえずの元気を伝えたいと思って今これを撮ってます。そんなこんなの2023年幕開けです。今年もどうぞよろしくお願いします。じゃあバイバイキー。